自分だけの空間、熱唱できる場所、そして素敵なアイデアや突拍子もないことが浮かぶリラックスできる場所。そう、それはお風呂。浴室だけではなく、お手洗いでもやりがちな間違いを見ていきましょう。お風呂やトイレはプライベートな場所だからこそ、多くの人に共通している10の間違いがあるんです。1、皆さん歯ブラシには十分注意を払っていますか？ん？どういうこと？歯ブラシには1000万を超える細菌が生息しています。例えば大腸菌。この厄介な細菌は下痢や嘔吐を引き起こす可能性があります。だからこそ歯ブラシを使った後は徹底的にすすぎ、3ヶ月ごとに取り替えることが大切。また週に一度消毒するとさらに清潔に保てます。ちなみに歯ブラシのキャップってありますよね。キャップは細菌の成長を促すので使わないのがベスト。またカウンターの上で保管するのも NG です。その理由については後ほど紹介します。歯ブラシは洗面台の棚の中に収納しましょう。 2. そのお風呂用スポンジ、いつ買いましたか？体を洗っているとき、体中に細菌をこすりつけるなんてことが起こっているかもしれません。細菌はスポンジの中に潜んでいるので、定期的に新しくする必要があります。死んだ皮膚細胞がスポンジに閉じ込められ、シャワーの蒸気によって微生物が増えてしまうんです。3週間以上使ったスポンジは新しいものに変えましょう。また使い終わったら完全に乾かすように心がけてください。プラスチックが使用されていないスポンジは毎週20秒間電子レンジの中に入れて消毒するといいかもしれません。 3. 正しく手洗いができていますか？温かい水で手を洗うと細菌が減るなんて子供の頃から言われてきたという人は注意しましょう。これは勘違い。確かに水温が高いと細菌を殺す効果がありますが、それは沸点の100度以上じゃないと意味なし。つまり冷たい水でも温かい水でもきちんと石鹸を使って手をすり合わせ流して乾燥させている限り、どちらでも変わらないということ。水の温度は関係なく、ほぼ同じ数の細菌が除去できます。とはいえ多くの人は手を洗うのに十分時間をかけていません。少なくとも20秒間はしっかり洗いましょう。目安としてはバースデーソングを2回繰り返すくらいの長さ。また爪の下の洗い忘れにも気をつけましょう。 4. 角質ケア、やりすぎてないですか？お風呂の中で角質を除去する人も多いでしょう。死んだ皮膚細胞や汚れがしっかり取り除けるとすっきりしますよね。でもやりすぎに注意してください。皮膚の乾燥につながります。乾燥した結果、肌の自然な pH バランスが崩れ、乾燥を補うためにより多くのオイルが生成され、毛穴が詰まったりニキビができやすくなります。体のオイルは保護バリアーとしても機能するのでとても重要。角質と一緒にオイルが取れてしまうと、皮膚に刺激が与えられ太陽に対してもより敏感になります。刺激のあるスクラブやタオルを使ってゴシゴシするのは週1を目安にしましょう。 5. お風呂の中で顔を洗っていますか？確かに時間の節約ができますが、お湯は肌を乾燥させます。肌の乾燥がなんで悪いのか皆さんはもうご存知でしょう。でもだからといってあまりにも冷たい水で洗う必要はありませんよ。氷のように冷たい水で顔を洗うと血管にダメージを与え、小さな動脈が現れることもあります。最もおすすめしたいのがぬるま湯。洗面台でぬるま湯を使って顔を洗いましょう。 6. シャワーの後タオルを使っていますか？ほとんどの人は使いますよね。大切なのはタオルの使い方。タオルを使ってゴシゴシ体を拭いてしまうと皮膚を刺激し、重要な天然オイルを失います。お風呂から上がったらタオルで優しく水気を拭き取りましょう。また保湿クリームを使う場合はなるべく早い段階でつけることが大切です。
シャワーを浴びた後はお湯と蒸気によって毛穴が開いた状態なので水分がしっかり閉じ込められます。 7. トイレの流し方は合っていますか？そう、実は正しいトイレの流し方があるんです。それは蓋を閉めたまま、蓋が開いたままトイレを流すと中に入っている小さな粒子、つまり用を足した後のものが半径 4.5 メートルにわたって空中に飛び散ります。ユニットバスの場合、カウンターに置いたままにした歯ブラシ、タオルなども全て細菌まみれになってしまいます。この雑菌粒子は感染性細菌を運ぶこともあるんですよ。トイレを間違った方法で流してしまうと、あなただけではなく家族にも危険を及ぼす可能性があります。トイレを流すときは周りの人のためにも必ず蓋を閉めて流しましょう。 8. トイレブラシは清潔ですか？トイレを流すのと一緒で、これはほとんどの人が考えずにやってしまいがち。トイレブラシを使ってトイレをきれいにしたらそのまますぐ戻す。濡れたブラシはもちろん、小さくてコンパクトなブラシホルダーの中に入れると細菌が繁殖するので危険です。トイレブラシを使った後は漂白剤を混ぜた水に少しの間浸してから完全に乾かしましょう。またブラシホルダーも消毒する必要があります。使うたびにきれいにするのは面倒くさいと思うので、少なくとも月に2回は心がけてください。ここでちょっとしたコツを紹介します。ブラシを使ったら便座の下にハンドルを置いてそのまま乾かしましょう。そうするとブラシについた水滴がトイレの中に落ち、周りを汚しません。試してみてくださいね。 9. どこにタオルを収納していますか？浴室にタオルを収納すると確かに便利ですよね。でもご存知の通り、湿度の高い環境はカビの成長を促します。ふわふわなタオルや他の素材のタオルも細菌に対する免疫力がありません。体中に細菌をこすりつけたくないという人は違う場所でタオルを保管しましょう。また入浴時には毎回新しいタオルを使いましょう。 10. 効率よく掃除ができていますか？誰もが清潔なお風呂を理想としていることでしょう。実はより掃除の効果を上げるちょっとした秘密のコツがあるんです。それは浴室の気温を上げるという簡単な方法。気温を10度上げるだけで使用するアルカリ性洗剤の効果がより発揮します。火を燃やす必要はありませんよ。浴槽の中に熱いお湯をためたら数分間待ちましょう。その蒸気のおかげで浴室全体の汚れが落ちやすくなります。ユニットバスの場合はトイレの便座などにも効果があるので一石二鳥。これは素晴らしいアイディアですよね。今回ご紹介した10の間違った習慣、当てはまったものはありましたか？下のコメント欄で教えてください。新しいことが学べたという人は高評価を押してお友達へのシェアもお願いします。ブライトサイドでは2000個以上もの面白いビデオが揃っているので、気になるビデオをぜひご視聴ください。引き続きブライトサイドをよろしくお願いします。